そもそも学生寮、社員寮とか別に不動産屋さんが登場しないわけですから、逆の流れで事故物件になっちゃった後にシェアハウスにしちゃえっていう、例えば一部屋もう封鎖しちゃって、好きと楽しいをシェアするデイトナオカルト部、本日も、大島照先生に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。引っ越しシーズンということで、はい、私もいくつかいろんなところに引っ越しをして住んだことがあるんですけど、その中でも、学生寮とかシェアハウスっていうところにも住んだことがあるんですけど、そういうところで事故物件になってるとか、そういうケースがあったりするのかなっていうふうに。はい、そうですね、それはなかなか興味深いところで、そもそもシェアハウスとか学生寮、社員寮とか、まあそのちょっと変わった使われ方をしているところで、事故物件だっていうことを正直にこう告げなきゃいけない義務があるのかないのかっていうところが問題なんですよ。まあホテルもそうですよね。ホテルはそもそも不動産屋さん関係ないわけですし、ホテル自体を売るんであれば別ですけど、その巨大な土地建物ごと売るんであれば別ですけど、学生寮とか社員寮なんか典型ですけど、別に不動産屋さんが登場しないわけですから、嘘をつくも何もそもそもそういうシーンがないということ で、シェアハウスだと不動産屋さんは絡んできますけど、まあうやむやというかちょっとこう曖昧な解釈をされて、悪気なく隠されちゃってることがありますね。つまりその言わなきゃいけないことを知らなかったみたいな感じでですね。で、あとはその逆の流れで事故物件になっちゃった後にそこをシェアハウスで事件が起きた、それを黙ってるってことじゃなくてですね、シェアハウスじゃない大きめの一軒家で、事故が起きたと、それ後からシェアハウスにしちゃえっていう流れの時もこともありますね。で、これは何でなのかっていうと、まあ建て替えるのはもったいない、お金もかかる、まあ、そもそも建て替えたからといってその土地が訳ありであることに変わりはないわけですから、築浅であればですね、築年数がまだ何年も経ってなければ、ちょっとリフォームして引き続き稼働させたい、活用したいって思うんですが、まあでも事件が起きちゃったと、殺人事件があった、自殺があった、これをそのままなかなか住む人見つかんないだろうなと。安くすればそれは誰か手を挙げるでしょうけど、安くしたら儲けも減ると、それも嫌だなって言って、どうしようって言ってシェアハウスにしようと。元が豪邸だったら、例えば一部屋もうその封鎖しちゃって、他の部屋ちょうどこう何 LDK みたいのを一つ一つこう風呂トイレ共同みたいな感じのシェアハウスにしようとか、さらにそこを外国人専用にしちゃえとか、その外国人っていうのは理由がいくつもあって、まあ一つは文化的に気にしない人が多いっていうこともまあ理由にされることもあるんですけど、もう一つやっぱり日本語がわからないから騙そうみたいな悪い業者もいますし、ですからシェアハウスになってて、怪しいっていう、まあそれは 100% つながってるわけでは全くないんですけど、他にも例えばレンタル収納スペースにする、倉庫的な使い方をするとか、お店にするとか、スタジオもそうですけど、そういうこう結局ちょっと違う使い方をするっていうのが、まあ、よくある事故物件活用法あるあるなんで、シェアハウスもその一つっていうことですよね。シェアハウスでここが事故物件ですよっていうの
あんまり見たことがないんですけど。そうですね、もちろんシェアハウスの何かこう騒音とかで、あるいは生活リズムがずれてたりして人間関係的に何かトラブルがあってっていうのはそれはよく聞きますけど、ただそこで殺しに発展するなんてのはそんなのはレアケースなわけで、そんなことよりはよっぽど多いのはむしろシェアハウスになる前に事件事故があって後からシェアハウスに転用っていう、そっちの方が圧倒的に多いですし、でその場合にそんな一戸建て時代の話を言う必要があるとは思わなかったみたいな感じで教えてもらえないっていうことですよね。まあそもそもそういう何丸何号室みたいな感じじゃなかったわけですから、元々は一軒家としてあったところで、はいはい、ですからそんな言いようがないみたいな感じで、ごまかされちゃうことは多いですね。まああとそもそもシェアハウス業者が知らないっていうのもありますから、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。